only over lies. Good day, good night, sweet harmony in the same time and place. Good day, day with good friends, friends make harmony every night and day. アメリカ TV大きに YouTube! どうも MC の鶴です。さあ、やってまいりました。アメ村 TV。本日はリモートでの収録になります。本日のゲスト、この方々です。皆さん、こんにちは。コルミでーす。振り付け担当のコンミでーす。作曲担当のミモリです。リーダーのルーナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近1月26日に初のミニアルバムを発売されたということなんですけども。初めてのミニアルバムでーす。ミニアルバムのタイトルが初めてのミニアルバム、はい、はい、あの考えるのがめんどくさかったとかそういうわけではないですよめちゃくちゃそのままですねそうなんですよ、まあ、シンプルイズザベストなんでね、はい、これどんな作品になってるんですか。今回ですね、あの約2年ぶりの、あの作品リリースということで、コールミーとしてはミニアルバム初めてなんですよ。かれこれもう7年ぐらい活動してるんですけど、こうなんか初心を思い出すために初めてのミニアルバムっていうタイトルにしました。あえてのその初心を気持ちがこもってるんですねそうですね、なんかすごいダサいタイトルだなって自分たちでも思ってるんですけど。思ってるんですか。あの思ってます。思ってるんですけど。思っちゃってるんですね、はい、不思議なアルバム名だなって思って、あの興味を湧いていただいて、あの聞いてもらえたらいいなっていう意味も込めて今回こういう形にしてみました。はい、それでは早速その中から1曲ですね、ミュージックビデオをご紹介していただこうと思いますけれども、では、はい、この曲は新曲です。進化をテーマに曲を作りました。自分は可愛いだけのスマートな女の子じゃない、真の強さを持った女性になりたい、そんな自分自身への進化のような意気込みを込めた一曲です。それでは聴いてください。アップグレードミー、アメ村 TV。 I don't wanna be no more girl like them. I am sorry, sorry that it's sad to come to this. It's my story for living my life. I just wanna become everything that I can be.特別な私へニューイズ、踊らせてドラマティックに谷ら、 Show you what I have been、 何も恐れない Try でも、あのほとんどの楽曲の作詞とそれから作曲、あとあの振り付けとか、あとジャケットデザイン、オフショットムービーとかもこの3人でされているということなんですけれども、アーティストとしてはシンガーソングライティング、コレオグラフィング、プロデューシングユニットみたいな長いですね、長いもう肩書きありまくりみたいな。やっぱ担当分けとかってのがあるんですか。そうですね、基本的にコウミがあの振り付け、はい、をメインでやってくれてます ね。ジャケットもこれあれですよね、あの自分たちで描かれてるということなんですよね。はい、これは私がイラストを描きました。これコールミーのレコーディング風景をイラストにしまして、 CD がタイプ5形態5枚あるんですけど、その5枚の CD を1個につなげると全部のイラストが横並びでしっかりとコールミーのレコーディングスタジオが見えるようになっております。これ多分一番右側かな。そうですね、一番右のやつです。そうです私がいます。これ映ってるのがあれ、これが私です。コウミさんですね納期に追われましたね、今回のミニアルバムも大変でした。私ルーナが基本納期管理なんで、スタッフさんにいつまでっていうあのカレンダーとかにみんな共有してるものに載ってるので、
各メンバーをせかすっていう、はい、ちなみにこのアップグレードミーっていう曲のこのコンセプトというかテーマっていうのはどういうものになるんでしょうか。はい、テーマは進化で作ったんですけど、この曲がコールミー先日7周年を迎えまして、まだまだ8年目も私たちは進化していくよという意気込みを込めた曲になっております。はい、この振り付けのテーマというかコンセプトはどんな感じですか。デビュー当時からお世話になってる、師匠の、ズークさんという方がいらっしゃるんですけど、そちらの先生にお願いさせていただきました。いつもこの曲に合わせてこういう振り付けがいいですねみたいなのを、事前に先生と一緒に練り合わせてから作ってもらうようにしてます。オフショットムービーもされてるって話だったんですけど、まあ、僕もちょっと映像してるから分かるんですけど、大変じゃないですかムービーやっぱり。本当に今回ちょっと時間がなく納期に本当に追われる中での制作だったんですけど、締め切りに追われて納期に追われるとどんどん肌荒れてくるんですよ本当に。もう寝る時間もないからめちゃめちゃ精神的に来てるじゃないですか。本当ですよね、肌綺麗やからすごいな、すごい保ててるなと思って。いやもうオフショットムービーはコンビに全部作ってもらったんですけど、いつも以上に私たちの素を楽しんでいただける映像になってると思います。おー、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。アメムラ TV。 そんなコールミーさん、今月の後半からですねツアーが始まるということなんですけれども、もちろんダンスが生で見られるわけですよね。そうですね、生でこれが見れるチャンスですね。はい、こんなツアーになるよみたいななんかあればお願いします。そうですね、今回のツアータイトルがコールミーライブツアー2022アップグレードミーという形となっておりまして、1部2部あるんですけれども、1部のアップグレードミーと2部のアップグレードミーのテーマが違うんですよ。今回1部の方がですね自分たち自身がアップグレードしてるっていう意味で、2部の方が楽曲がアップグレードしてるっていうコンセプトで今回ツアーを行うので、どちらも見ていただければもうスペシャルにアップグレードミーしてるコールミーを楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、1部と2部どちらも両方合わせて楽しんでいただけたらなと思います。うわー超楽しみ。おっと、もうそろそろちょっと時間来てしまったんですけども、せっかくなのでちょっと次回も出てほしいなって思ってるんですよ。いいですか。ぜひ皆さんに、ね、見ていただきたい。あ、いいですか。じゃあぜひとも、ね、次回もコールミーさんに出ていただきたいと思います。コールミーの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アメムラ TV。